どうも、コウスケでございます。ミツクニです。コウスケです。コウスケじゃねえだろ。ショノシンです。はい、ということで今回はですね、僕と3番目とショノシン、4番目ミックンとですね、一緒に伊豆下田に行きたいと思います。もう9月は半ばなんですけれども、最後のね、レジャーというか夏の遊び、海に行ったりしていきたいなと思っております。そして今日はですね、下田の僕のですね、秘密基地的な存在のワンダフルワールドさんというね、キャンプ場がもう本当にね、あの穴場の穴場みたいなところなんですけれども、そちらに行きたいと思います。ショノシンもね、もう多分ね、1歳行く前の時に1回しか行ってないね。なんで何にも覚えてないと思うんですけれども、そちらに行ってみたいと思います。でそこでね、結構ね、周りがね、絶景だったりね、絶叫だったりとかできるね、スポットがありますので、そちらも紹介していければいいかなと思っております。ということで今から準備をしていきたいと思います。レッツゴー、イエー、旅する勝間岳。よいしょ。バランパン、トゥルトゥル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 、Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? ジュノーケリング道具、サップ、自転車でパンパンですね。完全にこれレジャーしちゃう。完全にこれアクティブしちゃうって感じなんですけど、一泊二日でどれだけできるかという感じです。で、始めましょう。あ、いいじゃん。そう、最初のエンジンね。パパが回しきれなかった。OK。ミキ、お疲れ様です。おすすめのクラフトビールを持ってきたいなと思うんですけれども、ご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。あれ。はい。それは福岡です。福岡ですね、はい、それは福岡です。個人的にはでもピルスナーが、ピルスナーがすっきりしてて飲みやすいので、ちょっとその2つを今日はちょっと持っていきたいと思います。何本ずつですか。2本ずつぐらいください。お願いします。お願いします。こう、新作ですよね、これね。両方新作です。はい、ビーアゲンピルスナーとこちら福岡持っていきたいと思います。で、今回は水タンクはもうこれにしました。もうサクッといきたいと、サクッといくためのホビーです。なんか最近ホビーが多いです、アメリカンより。どうです、ホビー。うん、最高。最高ですよね、このスピード感ね。はい、で、トイレだけ水入れました。はい。準備が楽で、本当に最近こっちになっちゃってます。旅する勝間岳。今日はですね、アクションカメラのご紹介も一緒にしながら旅をしていきたいと思います。こちらでございます。いいですね、拍手。インスタ360エイスプロっていうね、カメラなんですけれども、インスタ360って僕の中ではね、360度撮れるスティック型のね、カメラをイメージしていたんですが、こちらこういうのが出てますね。もうあの GoPro みたいな感じの、カメラなんですけれども、僕もね、GoPro 11を使っていまして、そちらをね、比較しながら、今回はもうこちらのカメラで、ずっと撮っていけたらいいかなと思います。海の中も撮れるやつですね。だいぶいろいろね、GoPro とは違う機能がたくさんついておりますので、まあ、ガジェット向きな僕、チャンネルじゃないので、これの使いやすさだったりとか、まあ、GoPro の違いだったりとかっていうところをね、見ていけたらいいかなと思います。で、今まで僕が抱えていたアクションカメラの、なんか弱点みたいなところもね、完全に克服しておりますので、こちらも楽しみにしていただきながら、今回のね、旅を見ていただけたら嬉しいです。ということで、準備すべて完了だね。うん。テンション低いね。うん。え？いや。違う？うん。なんか旅する前なんて言ってたっけ？なんけ旅する前なんか。楽しいって。楽しいって感じでしょ。旅する前は楽しい、嬉しい、気持ちいいはまだだね。楽しい。はい、見てみましょう。じゃあ行きましょう。今度こそ、レッツ、はい、ゴー。
旅する勝間岳。はい、では早速立ち上げていきましょう。めちゃくちゃ反応いいっすね。ちょっとピンボケしちゃってるけど、はい、いいですね。で、ここにくっつけていきます。すごい簡単にくっつく。言うことめっちゃ聞く。ではですね、お腹が空きましたので、今道の駅月ヶ瀬、今半分ぐらいですね来ました。で、今ね、これインスタ360で撮ってるんですけれども、このね、今ね、見えますかね、このフリップがね、こっちに帰って自分でこう自撮りができるのを、どこにね顔があるかっていうのが分かる、マジ自撮りをしやすいという機能がついております。GoPro もね、こちらあるんですけれども、右側のディスプレイのところにしかね映らないので、まあ、若干顔がね小さくて見づらいっていうのが、このインスタ360はもう全部こう顔がもうめちゃくちゃ大きく見えるね、みっくん、うん、めっちゃ見やすいよね、うん、マジ Vlog にはやりやすいんじゃないのかなというところで、真剣な顔してショートシンクが撮ってくれておりますありがとうございますあ、すごい綺麗。あ、すごい。めちゃくちゃ素敵じゃないですか。いいじゃないですか。素敵なレストラン。あ、すごい。いいですね。わさびそば1080円。めちゃくちゃ綺麗なそば。そばやっている1180円。マグロコトン700円。味噌汁がついてくる。外に出てきました。今ご飯食べたんですけれども、月ヶ瀬めちゃくちゃ飯うまいです。ここいつもね日曜日大人気なんですけれども、休日最高でした。ご飯ここいいです。伊豆に行く方おすすめでございます。めっちゃ有名だったりして、めっちゃ有名だよね。これね、このインスタ360アクションカメラにはできなかったこと一つできるようになったのが、2倍ズーム画面をですね、これすごいでっかくなると。ほら、おお、でっかね、でかくなるでしょ。じゃあそっち行ってみて。マナルタイ、はい、はい、ストップ。で、こっち向いて、はい、こうなり、今ね、広角でね、すごいいいんですけど、たくさん映ってフォーカスすることができなかった。少しだけで、これフォーカス、これめちゃくちゃ便利です。すごい気に入ってます。これ初めて使いましたけど、道の駅月ヶ瀬からチャンネル登録よろしくね。よろしくね。旅する勝間岳。慣れないことをやりました。こんな感じで大型トラックもね止められる駐車場ありますので、トレーラー引っ張っても来れます。最高です。月ヶ瀬なんですけど、果物もめちゃめちゃ安かったです。梨が4つで600円、シャインマスカット1000円、めちゃくちゃ安いです。いいシャインマスカットじゃない、しかもこれ夜食べてみたいです。この腐らない箱に入れていきます。うん、腐らない箱、冷えてます、冷えてます、冷えてます。よいしょ。旅する勝間岳到着いたしました。こちらがですね、ワンダフルワールドさんでございます。ちょっとね、施設内簡単に見ていきたいと思います。すごいコンパクトでね、可愛いキャンプ場です。こちらがですね、入り口なんですけれども、実はですね、道を挟んで左右にね、こんな感じで分かれております。で、僕たちが止めさせていただいているのがこちらのキャンプサイトなんですけれども、150坪から200坪ぐらいですかね、芝生のサイトになっていて、基本的にはテントのお客様なんですけれども、キャンピングカーも、泊まれますということで、僕たち泊まらせていただきます。そして奥に、コテージもねついております。2棟ですね。で、電源も、特別に今回は、引っ張ることができると。料金に関してはね、ちょっと後でご案内させていただきます。で、で、実はね、今みっくんがね、あそこやりますね、アップやりますね。あっちの奥にね、秘密の基地がありますので、秘密のスポットがおで、こちらがですね、受付と、メインのトイレとか、炊事場になってます。で、これアップ便利だな、めちゃくちゃ。水のね、シャワーがついてるので、ここ。で、ここが、お手洗いですね。お手洗いはドキンです。開けて、あ、大きい。ウォシュレット付き。これ手洗いもついてます。こっちが、
あ、こっちもウォシュレットついてますね。めちゃくちゃ綺麗です。バンガローみたいな感じです。オーナーののりさんです。はい、よろしくお願いします。前回のサップを教えていただいて、はい、11万円の靴という。はい、捜索中です。ありがとうございます。もう大丈夫です。ありがとうございます。すいません、今日はだからお世話になります。はい、のりさんがワンダフルワールドのオーナーさんでした、はい、ということです。で、こちらゴミもね、全部捨てて帰れるということです。で、こっちに、炊事場ですね。炊事場もめちゃくちゃ綺麗。4つシンクがあって。で、これ洗濯機は使えるんですか？はい。洗濯機も。スタッフちょっと優先させていただいて。はい、スタッフ優先で。昼間とか空いてるんで。空いてる時は。一声かけていただける。はいはいはい。じゃあもう無料で使えるという。はい。あ、すごい。今のところってことですね。はい、結構その辺はアバウトに。はい。ゆるい感じです。こんな感じで。いろいろね、使えると思います。で、こっちがのりさんなんでしょ？はい。こっちはね、フリースペース。あ、共同スペースみたいな。で、あとね、朝の8時半から、まあ、10時ぐらい、まあ、10時前までなんで。かわいい。カヤックツアーの受付場所。にもなっていると。はい。はい。で、ここはね、フリースペースになっていて、はい、こちら、お客様。あ、皆様でね、使っていただけます。これは嬉しいですね。テントの人とか嬉しいですよね。複数いるときは、はい、マジックで名前書いてちゃんとマジックもついてるので、うん、きめ細かいですね、はい。冷凍庫もあるので、アイスも冷やすことができます。はい、これ夜はなんかここでご飯食べたりとかしてもいいんですか？はい、できますね。わあ、すごい、うん。いいですね。ありがとうございます。素敵です。あと、こっちがあれですよね。はい。こっちはね、宿泊のトレーラーハウス。こちらはですね、ワン、ワンちゃん2頭までと人間2名が定員です。ワンちゃんも泊まれる、はい、すごい、ね、まだあ、すごい、まあ、自分で DIY されて、はい、そうですね、すごい、買い物全部と、あ、上が2段ベッドあって、はい、下がワンちゃん、下がワンコです、あ、が入れるようになってて、ケージになってます、すごい、これアメリカントレーラーじゃないですか、はい、メイドイン US、 二軸ですね、かなりの年代物ですね、全然使えますね、そろそろ屋根をつけようと思って、組んでるところ。はい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 、すごい。こういうのもありますので、ワンちゃんいても遊びに来れますということでございます。かわいいコンパクトでね、使いやすい。はい、で、この後、いろいろね、向こう、この辺観光するんですけれども、北見大浜っていうのが、はい、めちゃくちゃ近いんですよね。最短で徒歩3分ぐらい。徒歩3分で行けるということは、海遊びして、こっちで水シャワーで、ま、キャンプできるみたいな、いう感じでございます。ご紹介すいません。ありがとうございます。こちら。で、こちらがですね、薪なんですけれども、こちら無料で焚き火が使えると。これはめちゃくちゃね、焚き火好きの人は嬉しいんじゃないですか。旅する勝間岳。はい、あとですね、このキャンプ場がこちらなんですけれども、このすぐ前にね、ブッシュがあって、ここがね、沖縄ですかっていうぐらいね、このマングローブの中をくぐっていけるみたいな感じで、奥に行ってみましょう。カニがいるんだって、あとでね、カニ釣り竿もあるからね、貸してもらって釣りましょう。この一本橋を渡って奥に出ると、うわーすごい素敵じゃないですか。こちらのですね、ブッシュ抜けてくるとボードウォーク、めちゃくちゃ素敵。こんな散歩道があるんですね。穴が開いてて、その中にね、後でね、釣り竿持ってくるんですけど、それ垂らすとカニいるっしょ。この上からね、釣ることができるんです。可愛くなってきた？いいじゃん。釣るともっと可愛くなっちゃうよ。めちゃくちゃカニ釣ろう、夕方。涼しくなったら。すごいいるから。すごいいますね。あ、でもこのボードウォーク、結構ぶっ壊れちゃってるところがあるんだね。結構直してるんだね。これ波強っ。ちょっとバシャバシャするぐらいだったらいいかもしれない。こういう海では遊んだことないもんね。到着いたしました。こちらが北見大浜ですね。僕たちは前こういうビーチでね、海水浴をしないので、どうなんでしょう、どんな遊びをすればいいのか分かりませんが、波が結構強いですね。サーファーの方たちが多いです。旅する勝間岳。いやもう真夏だな、足元。夏。6月も中旬なのに。暑いっすね、さすがですね、伊豆。あ、オッケー、楽。
はい、では設置完了です。ちょっと移動して芝生の方にさせていただきました。それではですね、今からここから、車で本当に3分とかそれぐらいのところに、とっておきの絶景と絶叫が待っているので、今から子供たちと一緒に行きたいと思います。いいですか？はい。 Are you ready? Go! Go! なし、イエスでしょ。行きます。え、到着いたしました。サンドスキー場でございます。これすごくない？シャドウ前が海っていうめちゃくちゃ立地のいいロケーション、最高ですね。今車でほんと3分4分で着いちゃいました。めちゃくちゃいいね。ソリを貸してくれるっていう話でしたが、ソリがないですね。ダンボール持ってきてるしかないな。あ、危ない危ない。ダンボール貸して。はい、登ってきました。シャドウ90度の斜面、景色は絶景です。みんな塩まみれ。いける？はいよ。全然行きませんね、これ。愛称のしんくんが秘密兵器を持ってきてくれました。ダンボールじゃ滑らないので、スノーボードで行ってみる。10秒間ですか、橋本さん。行ってみましょう。レッツゴー。滑るかな。あ、滑った。超ゆっくり全然スピード出ないじゃん。あ、いいね。すげえゆっくり。どうですか？いけ。おっと。来た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 。頑張れ。ダメですね、これは。旅する勝間岳。それではね、今。サンドスキー場行ってきたんですけれども、あ、こっちか。すぐ隣にですね、竜宮洞ですね、ありますので、今度はちょっと神秘的な場所行ってみたいと思います。やば、いい反応ですね。え、深っ。深っ。やば。これ暗所に強いモードなんですけど、 GoPro じゃ絶対にガビガビになっちゃってます。これどうなってんだろうな。このディスプレイだとそんなに綺麗じゃないんだけど、すごい綺麗なのかな今。すごい。うわぁ、めちゃくちゃいいじゃん。超綺麗。あ、入れなくなっちゃってんだ。昔パパチここで海水浴とかできたんだよ。うわぁ、すごい。どうでしょう。上にも穴開いてて。こちらが竜宮洞でございます。行けないみたい。めっちゃ綺麗。旅する勝間岳。はい、戻ってまいりました。ワンダフルワールドさんです。ちょっとね、サンドスキー場ね、尋常じゃないぐらい砂まみれになりますので、皆さんお気をつけください。ということで、砂まみれになったので一回ワンダフルワールドさんの水シャワーを使わせていただきたいと思います。なんかこれアップになってるかな。バン。あ、そうだよね、アップになってました持続するんだね、アップしてたら。一回戻さないと。やばい、超楽しい。あ、気持ちいい。あ、涼しい。いいじゃん。ちょっと待って、タネコロケットやん。気持ちいい。違う、こうだよ。ではここにですね、カニ釣りの竿があるんで、これを持って今から子供たちの楽しみのカニ釣りをですね、しに行きたいと思います。楽しみですか？はい。あ、うるせえなうるせえなさっきのジャングルを通って、これ子供たち最高に楽しいでしょ。いいですね、すごいですね。これレンズがね、すごい綺麗だなって思ったら、ちょっと今水ついちゃってるんですけど、すごい綺麗だなと思ったらライカのレンズ使ってますね。素晴らしいですね。うぇー、釣れた。いいねすぐ撮れた。ミックも釣りたいね。今2匹釣れました。もっと大きいの釣りたいね。そこにいるぞ。これ作るぞ。いやー、釣れたー。ナイスー。全然離さない。おー、釣れましたー。ミク釣れた。あー、釣れた。向かい。ダメか。あ、もう警戒しちゃってる。どこ行った？たくさん取れました。全部で何匹これ釣れたよ。待って、2、4、6、8、8匹です。8匹釣れました。大量です。
田中ロケットランタン。気持ちいい。あったかも。最高ですね。これ静岡爆笑、はい、いただきたいと思います。最高、美味しいです。これは贅沢ですよ。すごい。もう、ま、なんかあの時こう夏だけやってるみたいな感じ。あ、昼も、はい、超寒いから年齢が近い兄弟のところ。あでも356って2歳しか離れてないんで、ここがもう旅する勝間岳。はい、戻ってまいりました。今ですね、もうだいぶ暗くなったので GoPro とインスタ360の夜のね暗証機能をねちょっと今からやってみたいなと思います。これをクリアしちゃったらね、この見ている皆さんで動画やってみたいなとか思う方、インスタ360、エースプロ、いいと思います。もう暗いところもいいし、ズームもできるし、手ぶれもしない。最高じゃないですか？全然違いますね、この時点で。いかがでしょう？こんな感じです。じゃあ、暗いは暗いよっていうところだけど、どういう映り方してるかがわかんないんであれですけどね、後ろランクルが映ってるけど GoPro はもう真っ暗ですね。いやこれ楽しみですね、編集するときにどうなってるか。交互期待、交互期待、みんな見てんのか。じゃあ夜の部に入りたいと思います。ビール大好きで、でクラフトビールだったら作っちゃおうみたいな。だから GoPro 持ってる。そう、これ YouTube の今やっております。え、違う。映しても大丈夫ですか？あ、どうぞ。大丈夫ですか？あの、林家でございます。こんにちは。こんにちは。今日キャンプサイトで一緒になりました。お願いします。子供たちはあのオーストラリア人とのハーフでめちゃくちゃ可愛らしいです。可愛い。楽しくやっていきたいと思います。ありがとうございます。あの、旅する勝間岳っていう YouTube チャンネルやって、子供が6人いて。で、子供6人？子供6人、これ3番目、4番目で。お、すごいすごい。でキャンピングトレーラーで旅して、まあ、カヤックやったり、うん、シュノーケリングしたり、スノーボードしたりみたいなのでやってる。楽しい人生ですね。いやもうただオーストラリアにどうしても今行きたくて。あ、じゃあぜひ。夢と希望がそこにはもうあるんじゃないかと。あ、まあ、場所はいっぱいあるしキャンプ場もいっぱい開けるし。そうで旅する勝間岳。おはようございます、コウスケでございます。2日目ですね、下田。めちゃくちゃ今日も天気が良くて温度が上がりそうなので、海にはねいい天気じゃないのかなと思います。のりさんがですねコーヒーを入れてくれたということで、今からオープンテラスの方で、朝食をして準備をしていきたいと思います。コーヒーありがたいです。ありがとうございます。今日は元気に行くからね。分かった。そう、気持ちはそっち。風が強くてもお日様強くても元気いっぱいに行くよ。OK?OK? はい、行こう。それじゃあ行ってきます。はい、行ってください。はい、楽しんできてください。みんな楽しいわ、大丈夫ね。はい、それではようやくメインのシュノーケリングですね。いや、いいですね。いい反応ですね。いや、いいですね。こちらのインスタ360エースプロを使いまして、水中撮影をしていきたいと思います。じゃあ行きましょう。レッツゴー。旅する勝間岳。はい、到着いたしました、恵比寿島でございます。ここのね後ろに見えてるところが恵比寿島なんですけれども、ほとんど泳いでる人はいないと。で、駐車場もですねどこ止めていいか分かんないんで、聞いたらもうそこに止めといていいということで、本当ですかっていう感じですね。泳いでいきたいと思います。向こうのね橋があるんですけど、あそこを渡って向こう奥に恵比寿島に行って準備していきたいと思います。ということで準備ができました。こちらが恵比寿島なんですけれども、水が結構ね
9月の海は7月の海だなんつって言って2ヶ月遅れで暖かいなんて言うんですけど、そこまで暖かくないという感じでございます。磯場のね、この岩のところでこれから今泳いでいきたいと思います。水めっちゃ綺麗だよ。水めちゃくちゃ綺麗。いらっしゃい。あとあと少しかない。旅する勝間岳ということで、あっという間の一泊二日でございました。ワンダフルワールドさん、はい、のりさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。で、宿泊なんですけれども、はい、ちょっとこの大きさのトレーラーになると要相談と、はい、そうですね、いうことで、あのやっぱ空いてる平日だったりとか、はいはい、ちょっとあの混み合ってる時は厳しいということなので、はい、そのあたりは、ね、とんでもないです。最高です。お電話をしていただいて、はい、あのご相談していただければ嬉しいかなと思います。で、宿泊料金なんですけれども、このやっぱ僕たちの大型のトレーラーになってしまうと、3パリ分ということで1650円 ×3 泊と、あと、大人の方が1650円で、子供が550円施設使用料ですね、はい、かかりますので、今回僕たちは7700円で、楽しむことができました。本当に最高だった。ありがとうございます。あの周りの環境もめちゃくちゃいいですし、レストランとかあってのんびりできるし、あと後ろでね、カニ取りもできたり、うん、そのままサーフィン やれる方はね、もちろん大浜でできたり、まあ、海水浴もできますので、ぜひですね、気になる方は遊びに来ていただけたら嬉しいかなと思います。あとインスタ360も最高でした。使い勝手良くて、もしよかったらのりさんも買ってみてください。はい、おそらく多分ね、クーポンとかもね出ると思いますので、あの下記のね概要欄見ていただいて、どれぐらいなのかをご確認いただけたら嬉しいかなと思います。 GoPro から乗り換えとかもねありだと思います。僕インスタ60の方がやっぱ夜間の強さが、すごい如実にあったなっていう、これから編集楽しみなんですけれども、があったりとか、あとフリップがねこう向いて自分を大きく見れるとか、そういうところがね本当に使いやすかったなと思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ワンダフルワールドさんもですね、下記にあの URL つけておきますので、そちらからご確認ください。ということで、ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。乾杯。旅する勝間岳のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブルーイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。